そもそもゲームにはまれるっていうのは精神的にちょっとおかしい人が多いからね、うん、例えば社会人とかでリアルの仕事が辛くてなんか心がすさんじゃってるとか嫌なことがあったとか、なんかそういう人が現実逃避でゲームにはまったりするから、そのゲームを長時間やれるっていうことはある意味現実逃避してるってことなんで、現実からかけ離れてる人がやれるんですよ。だから現実で生きてる人間ってのはそんなにゲームしないよ。そうしない、うん、だからこの放送を見てるゲーマーの人たちも多分それは一番自分が分かってると思う、うん、リアルに生きてない人でしょ。なんならリアルで生きててリアルが辛いからゲームめっちゃやってるとかない。そう、あとやることがないとかね、うん、リアルに自分の居場所がない人、リアルが辛くて現実逃避したい人、あとまあ極度にゲーマーとか、まあそんな感じじゃない、うん、普通の人はねそんなにゲームやんないよ大人は。だからプロゲーマーとかってゲームしかできないもん。逆にゲームしかできない。だから ADHD なんですよ。そう、ゲーム特化型配信者だからもうゲームしか逆にできないですよ。うん、もう特化してるからもうそればっかりやるっていう、うん、もうずーっとゲームやり続ける死ぬまで。そうだから釈迦とかがゲームできなくなったらもうお釈迦よ。そう、全部のゲーム会社からゲームやっちゃダメだよってゲーム配信者が言われたらもう終わっちゃう。そう、ゲームしかやんないから。そうそう、今はそのプロゲーマーとかも支持されててね、仕事になっててみんなやってると思うけど、うん、でもゲームのいいところって時間過ぎるの早いところかな。やっぱ喋ってるよりかはゲームやる方が時間過ぎるの早いと思うもんね。自分が好きなゲームやってたらね、あっちゅう間に時間過ぎるから、うん、やっぱ喋ってるのが一番時間過ぎないからね。加藤純一は相当やばいよ。もうそもそも30超えてゲームででかい声出してるやつってみんなやばいからね。わーとか言いながらゲームやってるやつみんなやばいよ。そうだってゲームはさ、子供がやるもんって親に習ったじゃん。大人になってゲームやってて夜中中でかい声出しながらずっとゲームやってるってのがもうやばいからね。みんなやばいよ。そんなんばっかりじゃん、なんか。YouTube も Twitch も30超えてさ、ゲームやっててさ、ね、奥さんと子供ほっといてさ、ずっと部屋とかでゲームやってるでしょ。ずっと、バロラントとかさ、Apex とかってやってるでしょ。やばいから、うん。やばいよ、やばいやばいやばい。やばいって。うん。だってゲームしながら結婚するって、子供を産むって、やばいって。うん。普通自分がゲームにドハマりしてて、あ、俺ゲームで生きてる人間だなと思ったら独り身でやるやん。なんかゲームやりながらちゃっかり自分のプライベートもハッピーライフなんか描いてて結婚してんですよ。やばいやつだってマジで。やばいよ。俺だってさ、独り身でずーっと30にも40にもなってゲームやってるやつだったらまだわかるよ。自分がゲーマーだって分かっててゲームに没頭してて、ゲームの人生だって分かってるから人に迷惑かけたくないとかって言って一人でゲームするんだってのはわかるけど、それで、なんかニコニコしながら、俺結婚したんだよねとかって言うんでしょ。やばいやつだって、マジで。やばいよ。おう、やっぱ配信者ってぶっ飛んでるなと思ってて。おうん。ねえ、だって俺それさ、自負してるからさ、ここで一人でいるもん。おう、自分の家でこうやって。わかってるもんだって。でさ、しかも、ねえ、みんなちょっとイケメンやしね。やばいよな。やっぱ選ばれし者なんだよ。なかなかいない、ああいう人間は。うん。で、しかもそれでさ、飯食えてるんだから、やばいよ。その人たちじゃなきゃできないと思う、俺は。俺はようやらん。ようやらん。だって、俺マリオのゲームで飯食えって言われたら無理やもん。できない。例えばですよ、マリオ2とかやってプロゲーマーとか無理やんね。エイペックスで飯食えって言われたらできないから、まあすごいなとは思うわ。やべえなっていう。まあこれ3時ですけどね、これ褒めてるね。ぶっ飛んでるなと思う。うん。いや、俺ならようそういう生き方できんので、狂ってるよ。なんなら子供の授業参観にスイッチとか持ってってゲームやってんじゃねえかと思うもん。親が。狂ってる。まあ、向こうももしかしたら俺を知ってたら
石川も狂ってるって思ってるかもしれないけどね。うん、のんこちゃんなんか絶対結婚しちゃいけない人だよ本当は。やべえよびっくりしたもんね。絶対結婚しちゃいけない人だよ、はあ、ねえ狂ってるよな。普通に結婚したやんっていう。え、もう別居したの？え、そうなん？それ本当の話ネタじゃなくてネタでしょ多分。それ別居みたいなもんみたいなことじゃないの？配信で話してたんや。いや知らん、俺見てないもん。え、じゃあさ離婚式もやってよ、うんこちゃん。離婚式もやってよ結婚式やったんだからさ、今度離婚式やってよ。俺分かるだよ俺とか言って、ちょっとさもう結婚なんかやってやるよ俺とかさ、エイペックスってさマジさ嫁にさ打ち殺されたよ。もうさ誰無理無理無理、てかさ、めちゃくちゃ愛してたけどさ、やっぱさ、誰だろうなって言って、離婚式すればいいじゃん。うん。その方がいいよ。うん。狂ってることやってほしいわ。うん、俺は、一生、奥さんを、ディスらないし、離婚しても、悪口は言いません。奥さんの今後の幸せを祈って離婚しますって言って離婚式のいいじゃん。そうねえ、私はいつまでもやりますので、よろしくお願いします。僕にとって配信は遊びじゃねえ。お疲れ様でした。 Thank you です。